こんにちは、旅家です。旅する暮らしに憧れて、軽トラックの荷台に家を建てました。小さな家の小さな旅の物語、一緒に楽しんでいただけたら幸いです。今日も雨の中、車中泊にやってきました。車内に入って一息です。雨音が心を穏やかにしてくれます。ポータブル電源のジャクリさんから新しい製品を2つお借りしました。小さい方が240ニュー、大きい方が1000ニューとなっています。今回はこの2つを使って車中泊を楽しんでいきます。240の方はコンパクトで持ち運びに便利です。お湯を沸かす時など小さな電力で済む時にはこれがちょうどいいです。災害時などもこういったサイズきっと重宝すると思います。320W 使っています。仮にずっと使い続けると 0.6 時間使えると表示されています。240の方はこういったゲーム機などの充電にも適しています。タイプ C ケーブルを直接させるので充電も簡単です。
お湯が沸いたのでお茶を飲みます。お湯一杯を沸かすのに 10% ほど使用しました。充電ができたのでゲームを楽しみます。ひとしきり楽しみました。240があるとこんな楽しみ方ができるんですね。そろそろ温泉に行こうと思います。とても気持ちよかったです。夕飯を作っていきます。今日はホットプレートを使って鉄板焼きそばを作っていきます。1200W 使うホットプレート、今度は弱利1000の方でやっていきたいと思います。消費電力大きいですが、1000なら安心です。鉄板、しっかり温まったので炒めていきます。まずは豚肉です。
いて野菜ミックス。今日はたっぷり野菜を取りますよ。次に麺を入れていきます。付属のソースをかけます。今日は贅沢に目玉焼きも乗せていきます。焼きそば完成しました。結局20分ほどホットプレートを使いましたが、消費電力は 20% ほど。これなら安心ですね。ではいただきます。熱々、ホットプレートで作る焼きそば、一味違います。美味しかったです。ごちそうさまでした。片付けをしていきます。
今日の夜のお供はミックスナッツです。これ好きなんですよね。さて、いただいたコメントを読む時間です。一泊の車中泊、ポータブル電源はどの容量がいいですか？今日ぐらい電気を使うようでしたら弱2000ぐらいがちょうどいいかと思います。ピクニックをする程度であれば240が手頃でいいんではないでしょうか。コメントありがとうございました。寝る準備をしていきます。では、おやすみなさい。標高が高いので結構寒かったです。朝食モードに切り替えていきます。朝はお湯を沸かしてスープパスタを食べます。240の方を使ってみます。
湯が沸きました。残量は 54%。 まだまだ楽しめちゃいますね。スープパスタ完成しました。ではいただきます。トマトの酸味が効いて美味しいです。ごちそうさまでした。新発売のジャクリ240と1000をお借りしましたが、とっても楽しい旅となりました。サクッと使ったり、緊急時にパッと使いたい時には240を、車中泊をしっかり楽しみたい時や長い災害時などは1000を使うといいんではないかと思いました。どちらの商品も気になりましたら、ぜひ概要欄からご覧ください。今日の物語はいかがだったでしょうか。旅する家の物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンを押して最新話もぜひご覧ください。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ではまた。